1960年の南海ホークスでは、1960年の南海ホークスの動向をまとめる。この年の南海ホークスは、鶴岡和人監督の15年目のシーズンである。過去4度も日本シリーズで対戦しながらも破れた巨人の壁をようやく崩したこの年、鶴岡監督は打線の大型化に着手。 自身と同郷の広瀬義則を一番打者に据え、岡本勇の故障で二塁に入った、ハンダ・ハローを二番に据えるなど機動力も兼ね備えた、野球で連覇を目指した。チームはこの年も、開幕好調で、5月には大前に3.5ゲーム差を、つけて首位に立つなど、順調だった。しかし、6月以降大米が18連勝で難解に、変わって首位に立つと、次第にゲーム差が広がり、 8月14日から、ビリクラスの阪急、近鉄線3盾を含めて9連敗。終盤追い上げたものの時すでに遅く、連覇はならなかった。投手陣は、入団から2年間大車輪の活躍を見せた、エース杉浦正の負担を軽くするため、ジョー・スタンカが、開幕前に入団。スタンカは、大リーグでの経験がなく、鶴岡監督や影山和夫ヘッドコーチはじめ、 評論家から、スタンカは活躍できるのかと、心配された。しかし、鶴岡監督らの不安を吹き飛ばすように開幕から、ローテに入り17勝、防御率2.48でチームに貢献し、杉浦の負担軽減の役目を果たす活躍を見せた。打撃陣は4番の野村克也をはじめ広瀬、ハンダなどの活躍で、リーグ1位の103本塁打を記録したが、得点が、 リーグ3位の519点に終わった。ありがとうございます。